広島県で木材を扱っております池上産業です。本日は屋外でも安心して使うことのできるアセチル化木材アコヤをご紹介させていただきます。木材は反ったり割れたり、曲がったり、あと腐ったりっていういろいろ欠点がありますので、特に屋外で使う場合ですと心配されることが多いんですけれども、このアコヤはそういった欠点を改善した木材です。アコヤはアセチル化という処理を施した木材です。アセチル化というのはオスの一種である酢酸と木材を反応させる化学変化になります。このアセチル化を行うことで水分を呼び込む水酸基の数が減少しまして、その代わりに水と結びつかないアセチル基というものが増加します。こうなることで木材は水と結びつきにくい性質に変化します。これによって水と結合することで引き起こされる木材の欠点、反りであったり腐れであったり、そういったものが改善されます。これはですね、アセチル化木材の防腐性能を示した試験になります。このように水路の焼いたで使用した例なんですけれども、通常木材ですと焼いたというと後ろが土で下が水になりますので、かなり木材にとっては過酷な状況で使われたものになるんですけれども、こういったところで使った場合、通常だとこのように腐ってしまうものがアセチル化した場合だと元の形状を残したままでして、もちろん表面に苔であったりとか汚れといったものはついてしまうんですけれども、小口の部分を切っていただくと全く腐っていないことがわかります。このようにアセチル化することで防腐性能がかなり高まっていることがお分かりいただけるかなと思います。こちらはアコヤの防腐性能を試験したものになります。試験地は鹿児島県です。シロアリを飼っているような試験地があるんですけれども、そこでアコヤとアセチル化していない木材の杭を作って地面に埋め込んで試験したものになります。実際に試験を行って2年経過した時の、ものがこちらになります。向かって左側がアセチル化した木材アコヤで、右側がアセチル化していないものになります。ご覧いただくともう分かるかと思うんですけれども、アセチル化しておりますと、シロアリに全く食べられていません。このようにシロアリに対してもかなり高い耐性を持った木材がこのアコヤです。これはアコヤの寸法安定性能を示した試験になります。向かって左側がアセチル化したアコヤで、右側がアセチル化していない木材です。水を張った水槽の中に入れたものなんですけれども、このように小さな片でも通常であれば2ミリぐらい材料自体が膨らんでいるんですけれども、アコヤの場合は1ミリ以下にその膨らみが抑えられています。アコヤの場合も全く膨らまないというわけではないんですけれども、このように膨張収縮といったそういった寸法安定性能もかなり高まった木材です。アセチル化木材アコヤは日本木材保存協会より優良非保存材処理木材として認定を受けております。で、日本ではもちろんなんですけれども、世界でも多数の認定と、あと環境性能を示したエコラベルを取得しております。これは海を割って道を作ったというモーゼの奇跡という神話をテーマにして作ったモーゼの橋という木橋になります。実際に水の中に沈んでいる橋なんですけれども、この橋の内側と外側にアコヤが使われています。で、もともと要塞だった場所で、そこの周りにある堀に架けられている橋なんですけれども、ここから見ると全く橋があるのがわからないような作りになっておりまして、周りが木がたくさん生えているような自然いっぱいの環境の非常にいいところなんですけれども、そういった周りの景観を乱さないためにあえて下に掘って作った橋と聞いております。これはモーゼの橋とは反対に、水に浮かんでいる橋です。ここにもアコヤが使われています。奥に見えるのがもともと要塞だった場所なんですけれども、昔は陸地からその要塞へ行くのにボートを使って行き来していました。で、そのボートで行き来していた時の道筋をこの橋で表したと言われています。これは東京の京王線の高尾山口駅で使われたアコヤの例です。昨年の6月にリニューアルオープンしたんですけれども、ここの大屋根の部分と外の外壁の部分にアコヤがふんだんに使われております。これは東京の町田の市役所です。こ
ここの屋上庭園にアコヤが使われています。花壇の枠材として使われておりまして、グレーの色に塗装がしてあります。通常木材であれば土に直接触れていますとどうしても腐ってしまいますので、土と木の間に何かシートのようなものを一層設ける必要があるんですけれども、アコヤの場合は土に触れていても腐りませんので、土とアコヤ自体が直接触れている場合でも全く問題はありません。で、毎日散水をして水やりをしているような使い方をしているんですけれども、数年経った現在でも全く問題なく使用されております。アセチル化木材アコヤはこのように自由に塗装していただいたり加工していただくことはできます。で、今まで木材を使われていたところはもちろんなんですけれども、これまで木材を使うのにためらわれていた場所であったりですとか、木材を使うことを諦めていた場所でも使えるような木材ですので、今まで考えられていた木材の用途の範疇を超えた使い方の期待できる素材かと思います。非常に可能性を持った木材かと思いますので、どうぞアセチル化木材アコヤをよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。